そろそろ変えたいなと、実質最新 iPhone を半額で使うことが、お、これいいだ購入方法を見つけましたので、共有していきたいと思います。こっからは実際にこちらの iPhone で契約をしていきたいと思います。iPhone の楽天のトップページとなっております。一括払いが18万1800円。月々の金額は3787円で iPhone 14 Pro Max ゲットすることができます。まず色が迷うね。4種類。ディープパープル、ゴールド、シルバー、スペースブラック。現在の監督、ゴールドですね。どうしようかな。初期のやつはですね、シルバーを使っております。いや、でも2年使うとなると迷うよね。やっぱシルバーかな。まあ、指紋を考えるとやっぱシルバーかな。いや、でも待てよ。ゴールドがいいかな。シルバーでいきたいと思います。18万1800円のものが9万880円になります。iPhone 14 Pro Max 購入する。いや、でもなんかそんだよ。やっぱパープにしようかな。はい、ちょっとディープパープルにしたいと思います。なぜかというとなんかね、高級感があるので、色がディープパープルで128で、回線は48回払いで、こちらつけない、そしてこの金額で間違いないと、そして購入をすると、そしてカートに追加する。はい、そしてよいしょ、申し込みました。かなり高額なお買い物ですね。ただ5年使ってるんで、到着まで待ちたいと思います。来ました。楽天モバイル。はい。iPhone 14 Pro Max。はい。到着しました。で、早速開けていきたいなと思います。はい。本日はですね、セカンドカメラもついております。セカンドカメラもここにね、開けたいと思います。オープン。入っておりました。はい、お、意外と箱が小さい。やべ、発音がおかしい。よいしょー。おー、5年ぶりの iPhone でございます。なかなか重量がありますね。カメラさん大丈夫ですか。カメラさん、アップに寄ってください。おー、いきます。パッカーン。おー、いいですね。パープル、どうなってんのこれ。感触が、おお、重たい。そしてですね、これを開けると液晶画面が出てくるので、先にですね、監督激推しのスマホを守るフィルムを売ってるですね、こちらオーバーズをですね、紹介したいと思います。こちら監督ですね、この店舗で買ったのが3回目となっております。もうサービス、もうおもてなしサービスがめちゃくちゃすごいと言われるですね、過去にですね、ツイッターやブログで紹介したんですけども、今回初めてですね、動画で、紹介したいと思います。心温まるおもてなしをあなたに、私たちの思い。デジタルな時代だからこそ、その温かさ、スマホフィルムっていろいろなところがあるかと思うんですけども、フィルムを買うのであれば、もうこの店舗しか買いませんね。まあ、サービスがいいというかなというか、これ普通常のまあ袋なんですけども、ここを裏を見ますと、隠されてるね、やつがあるんですよ。こちらでございます。食べた店長、見つかっちゃいましたね。せっかくですね、少し休憩しませんか。はい、そして、店長、田辺店長が365日保証しますというわけでですね、こちらですね、あー、こちらは手書きでございますね。ちょっと待って、コピーか。いや、これは手書きですね。今回お買い上げいただいたガラス侍はいかがですか。これからもたくさんのお客様にご満足いただきたい。PS、人とのつながりが急須になりがちな時だからこそ、少しでも人の温かさを肌で感じていただけるように、心を込めて丁寧に商品を梱包いたしました。またお会いできることを楽しみにしております。はい、というわけでですね、店長からの、直筆の購入ありがとうのものですね。ありがとうございます。これは初ですね。なんか毎回違うな。こういうね、おもてなしのね、サポートがあるからこそ、買っている。あ、こっちのはもう直筆でございますね。はい、ありがとうございます。最後になりますが、どうぞお体をお大事にお過ごしくださいというわけでですね、はい、こちらをありがとうございます。はい、そして、まあ、メインがこちらですね、ガラス侍というわけでですね、14 Pro Max 専用のガラスフィルムとなっております。楽天デイリーランキング液晶フィルム第1位。はい、というわけで、おっと、またも折り鶴が入っておりました。ありがとうございます。こんなの普通買ったら入ってきますか。お手持ちのスマホ、フィルムケースを買いたい方はですね、ぜひオーバーズ買ってください。こういうおもてなし心がですね、満載となっております。こちらの UR コードをですね、読み込ませますと、貼り方説明の動画版がついております。
これが下を向く。はいはい。剥がして、そしてすぐつけます。はい、というわけで気泡が完全に消えました。どうでしょうか。めちゃくちゃ綺麗。はい、サイズ的には変わらないけども、このベゼルの部分が画面になったみたいな大きさなんですね。ただ重さは重たいですね。付属品を見ていきたいなと思います。といってもまあいつものものなんですけどね、こちらですね。こちら接続ケーブルとなっております。ただですね、こちら監督使う予定はなくですね、置いて充電できる、なんだっけあの名前忘れたんですけど、マグネットのあれを使う予定です。そして、いつものアップルのステッカー、SIM ピンのやつですね。はい、というわけでかなりシンプルなものとなっております。では電源を入れますか。の前にでは SIM を差し込みましたので、では電源を入れたいと思います。電源ボタンどこだ。これかな、このでかいやつかな、一番。あ、ワクワクドキドキ。おおおお、わ、明るい、明るいですね。こんにちは。はい、各国の挨拶がこちら。日本語、日本ですね。ビッグスタート、手動で設定。いや、結構これずっしりしますね。フェイス ID 来た、顔来た。顔をカメラの枠内に入れてください。はい、ゆっくり顔を動かして円を描いてください。どういうこと。こうこうか。お、マスク使用 ID。 はい、最新じゃねえか。3回目のフェイス ID につけば、メガネを外してください。メガネ外すの見えねえんだよ。はい、こんな顔しております。どうでしょうか。 OK、 すげえな、もう最新機器じゃん。フェイス ID がセットアップされました。こんにちは。こんにちは。絶対こっちでしょ。ご希望の声を選んでください。絶対こっちでしょ。こんにちは。いや、こんにちは。こっち。 Siri です。 iPhone に向かって Hey Siri と言ってください。 Hey Siri、 今日の天気は。 Hey Siri、準備ができました。ヘイシリの準備ができました。共有はしない。外観モード、ライト、ダーク。いや、ライトでしょう。続ける。拡大表示。それから約5年ですからね。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。いや、楽しみ。おーおー、来たー、来ました。 iPhone、 画面がでかい。そしてこの、見て、このタピオカカメラ。まだケースに関しては届いておりませんので、もうこれ壊しちゃったら22,000円、壊さないようにしていきたいなと思います。やべえ、これホームボタンないんだね。ホームボタンがないというは、基本的にこの画面を出すときに、スワイプすることで画面が出てきます。そして、この iPhone のすごいところはですね、基本的にこれ画面がついてるかと思いますが、これが電源が消えているこの状態なんですよ。常にこの常時点灯というものがありまして、真っ暗にすると完全に消えるという状態ですね。とりあえずこのデータをこれからここに入れたいと思います。はい、というわけでですね、 iPhone アップデートプログラムで購入しました。新しい iPhone 14 Pro Max 使っていきたいなと思います。 iPhone で編集をして作っていく動画もこれから出していきたいなと思っておりますので、この監督ラボよろしくお願いいたします。ちなみになんですけども、このね、今撮影する方 DJI ポケット2 3つ並べて、どれがカメラが高性能なのかというですね、比較動画等もですね、今後出していきたいなという企画を考えておりますので、ぜひとも興味がある方はチャンネル登録をポチッと押して登録をお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。監督の現在のスマホ TCL 10 Pro 特典アップブック、熱いな。ずっと持って何これ何これ何これ。あ、こっちも取らなきゃダメだ。降りてる点ございます。おー